奪であり、射撃等に関する行動に各種制限を受ける場合があります。格闘はこのような場合、成功している価値、その他使用できるあらゆるものを武器として用い、やむを得ない場合は個人によって行う戦闘手段です。この度展示いたします格闘訓練は、多数対多数の互角で戦う紅白訓練です。互角訓練はお互い自由意志で各種の技を用いて戦い、練度向上を図る目的で行われます。今回実施いたします格闘訓練については、合わせ動作ではなく本気で隊員同士が格闘する内容となっております。場の説明をします。まず関越台から見て左側の白の面をつけている部隊は防御部隊です。右側の赤の印をつけている部隊は攻撃部隊です。隊員が所持していますのは小銃を模して作られた訓練銃3型であり、格闘訓練で使用されます。場の説明は以上です。それでは隊員たちの迫力ある格闘訓練をご覧ください。状況開始。成功している価値、その他使用できるあらゆるものを武器として用い、やむを得ない場合は個人によって行う戦闘手段です。この度展示いたします格闘訓練は、多数対多数の互角で戦う紅白訓練です。互角訓練はお互い自由意志で各種の技を用いて戦い、練度向上を図る目的で行われます。今回実施いたします格闘訓練については、合わせ動作ではなく本気で隊員同士が格闘する内容となっております。場の説明をします。まず関越台から見て左側の白の面をつけている部隊は防御部隊です。右側の赤の印をつけている部隊は攻撃部隊です。隊員が所持していますのは、小銃を模して作られた訓練銃3型であり、格闘訓練で使用されます。場の説明は以上です。それでは、隊員たちの迫力ある格闘訓練をご覧ください。状況開始。